名港工場地図名港工場は、愛知県名古屋市港区厚田前、新田寺中川東にある、名古屋市交通局の車両工場である。名古屋市営地下鉄名港線、名城線の車両基地として使用され、工場への引き込み線は名港線名古屋港駅に繋がっている。工場の敷地は中川運河と、JR 貨物名古屋港線の名古屋港駅に挟まれている。 工場は名港線月地口駅のやや北西に一致しており、名古屋港駅ではなく同駅がもより、名城線、名港線の車両の日常検査、ガツ検査、列車検査、重要部検査、全般検査や修理、改造工事を行っている。前身は、金山名古屋港間の開業に合わせて1971年3月29日に新設された名港車庫である。 国鉄から中川運河沿いの用地を買収して建設された。名港車庫では車両留置と1ヶ月検査以下の検査を行っていた。1999年に広行車庫が新設された影響で留置スペースに余裕ができたため車両工場が建設され、2004年10月1日に名港工場に改称した。名港工場新設に伴って、 それまで名城線の工場機能を有していた名城工場は廃止された。通常市バス車両は東工場の敷地内には乗り入れないが2019年の名古屋港港祭り開催時は港区役所開店場が手狭になったため待機場所として臨時に乗り入れた。ありがとうございます。